こんにちは、痛みと姿勢の外来主任の石田です。今日ですね、インソールについて少しお話をさせていただこうかなと思います。皆さん、インソールって聞くと、どんなものを思い浮かべますかね。一番多いのはこういった土踏まずをこうやって支えるようなもの、そういったものをインソールっていうふうに、おっしゃる方が多いのかなと思います。もちろんそれも正解なんですけど、その他にもですね、よく X 脚とか O 脚でお悩みの方がですね、使うようなこういうちょっとこう、わかりますかね、外がちょっと高くて内側がこう薄くなっているこうくさび型のインソールですね、こういったもの、あとはうちでも使ってるんですけど、こういうフラットなインソールですね、凹凸がないインソールで、それぞれどれがいいのかっていうのはですね、その方がどういった場面に使うのかだとか、その方の足の筋力の状況だとか、そういったいろんなものに左右されてしまうので、絶対にこれがいいんじゃないかっていうのはなかなか言いづらいところはあるんですけど、それぞれのですね、特徴を少し今日はお話しさせてください。まず土踏まずを支えるようなインソールですね、こういうタイプになるとやっぱりこう外からグッと支えてくれるので、例えば立ちっぱなしの仕事、歩いたりしないよ、もう本当に立っての作業だよっていう時は、やっぱりこう何か誰かが支えてくれてた方が体はやっぱ楽なのかなと思います。私も自分で使ってみた感覚としては、やっぱり支えがある分、動いてない部分はすごく楽だなと思います。ただ歩くとですね、この土踏まずのサポートが歩く時のこの足の動きを阻害してしまうので、ちょっと動く時には僕はあんまりちょっと使いたくないかなという感じを受けました。特にこのインソールとかこういうサポート系のインソールはかかとの部分とか結構硬いので、歩いてる時に地面からの反力も結構返ってきちゃうので、膝痛腰痛の方とかはですね、やっぱりこういう硬いインソールっていうのはあまり、おすすめはしないかなと思います。さあ、そして次、こういったくさび型のインソールですね。これは冒頭にも言いましたが、これが膝だとして、ここがかかとだと思ってください。で、膝がこう外に行ってる O 脚っていう状態をですね、こう外側をグッと持ち上げることでまっすぐにしましょうっていうような考えのインソールなんですね。その理論だけ聞くと、確かに膝が外に行ってるからグッて内側に持ってきたら O 脚も治るし改善できたっていうふうに見えちゃうんですけど、例えばこのインソールを履いてるときは OK だけど、このインソールを脱いだときどうなるかっていうと元に戻っちゃうわけじゃないですか。なのであまり、効果はないのかなと思います。このインソールは患者さんが、変形性膝関節症って言われて、それの改善のために作りましょうって言われたらしいんですが、やっぱりこの足首のところとかにもですね、負担がちょっとこう斜めのところでずっと立ってるわけなので、膝はまっすぐになったかもしれないけど足首のところに結構こう負担がかかっちゃうんですね。なので膝の痛みは多少楽になったけど、この足首の痛みが出ちゃったりだとか腰の痛みが出たりとかする可能性もあるので、うちではこういうくさび型のインソールはおすすめしません。で、そういったのを加味した上で、やっぱりこのフラットなものっていうのが足の動きも制限しないですし、特にこれは柔らかいので、こうやって足の動きを制限しないものだとか、あとは素材ですね、素材の違いとかもあって滑りにくくなってますので、こういったフラットなものでかかとをしっかり安定させるような、シェルというかカップをちょっとつけて、ご提供しております。なので、足の機能をしっかりと整えたいのであれば、どちらかというとフラットなものですね、をおすすめしています。で、立ち仕事であんまり動かないよっていう方であれば、指のやっぱり筋力が弱くなっちゃうので、あまり常用はおすすめはしないんですけど、こういった土踏まずを持ち上げるようなものっていうのも、一つの選択肢としてはありかなと思います。くさび型に関してはちょっとやめておいてほしいなと思います。インソールで言うと、ざっくり言うと今の3つっていうのが大きな種類だと思いますので、インソール入れてみようかなとかっていう方はですね、ぜひ参考にしてみてください。